皆さんこんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウエッチです。24時間常時放送のインターネットテレビシャナナ TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。いや、先週もね、田原プロにお話を伺えたんですけども、今週も、お話の続き、ゴルフ談義を、していきたいと思います。2回連続でね、喋っていただいているので、前回聞いていただいている皆さんは、まあ、ちょっと内容も分かりますし、今回だけを聞いていただいた皆さんも、分かるようなお話をしたいと思います。では、まず CM に行って、お話を伺います。では CM どうぞ。お帰りなさい。はい、毎度おなじみのゴルフティーチングプロの、田原信也さんです。どうも今週もよろしくお願いします。まずですね、はい、出玉、打った、ゴルフで打った出玉の角度と方向っていうことなんですけども、はい、よくプロのトーナメントですと、はい、木が前にあるから、はい、高く上げましたねとか言うじゃないですか。はい、高く上げるっていうことは、僕らの場合ですと高く上げるためにはロフトのあるクラブで打つんだけども、はい、距離も必要な時に、はい、その距離が十分足りてるクラブで高く上げたり低く打ったりしてるっていうことなのかなとちょっと思ったんですけども。そうですね、風だと思うんですよね。はい、でやっぱりそのアゲンスト、はい、要するに向かい風がきつい時っていうのは、はいはい、高く上がってしまうと当然風に負けますね。負けて距離出ないですから、はいはい、どっちかっていうと、まあ、スティンガーショットを、はい、とまでは言わないですけども、はい、低い弾道で風に負けないような強い球を打っていきますし、はいはい、でフォローですとやっぱり風に乗っていきますので、はいはい、その風をうまく利用して、はい、番手をちょっと下げたりとかもするんですけど、はい、まあ、その辺の絡みかなと思うんですけどね。なるほど。僕らですと、よく自分自身でやるっていうか、はい、ちょっと球を低く出したいなっていう時には短く持つんですね。長いロフトのないクラブを短く持って打つ。だ、短く持つとシャフト硬くなるので、うんうん、球低く出るんですね。うん、シャフトが、うん、あまり知らないので、だそういう打ち方っていうか工夫はすることはあるんですけど、一つのクラブで高く打ったり低く打ったりってするのは、うん、なかなかアマチュアには難しい、はい、至難の技なので、はい、まあその出玉の角度なんかっていうのはもうロフト角が決めてしまってるっていうことだけじゃないみたいなので、うん、どうしてるのかなっていうことを聞いたんですね。そうですね、まあ距離にもよりますけど、はい、まあどこのレベルを目指すのかにもよりますけど、そうですね、まあ、世間一般的に言う、まあ、アマチュアの方で、はい、まあ、上級レベルで、まあ、80代とか、はい、まあ、コンスタントに回れる方とかでも、はい、そこまでの技術は庶民いらないと思うんですよね。僕が、まあその低く出したい、もしくは、うん、普通に打ちたい、いや、はい、ちょっと高めに、はい、出したいっていうような使い分ける時っていうのは、うん、どちらかっていうとランが欲しくない時、はい、あんまり転がって欲しくないなっていう時は高く上げたいんですよ。はいはいはい、それは要するにグリーンを狙う時ですね。そうですね。で、まあちょっと、ランが欲しいなっていう時には、うん、ちょっと低く打ちたいので、うん、一つ大きいクラブで短く持つっていうような打ち方をしたりするんですけども、はいはい、そう、まあ、イメージだけの話なんですけども、うん、多分見えてないので、はい、そうなってるかどうか定かではないんですけども、はい、そういう感じでこう自分でコントロールしてるイメージなんですね。はいはい、そうですね。まあ、でもランって実際どれぐらいランが出るかって分からないじゃないですか、そこって。そうですね、うん、だからまあ
あの当然ロフトが立ってるクラブ、うん、に関して言えばランも出やすくなりますし、ロフトが寝てるクラブ、うん、ショートアイアンとかなるともうラン出ないんですけど、まあ、グリーンを狙う時っていうのは、まあ、ある意味そのランよりもやっぱキャリーでやっぱ見といた方がいいですよね。なるほどね、うん、まあ、キャリーでこう打つ、まあ、例えば、アプローチウェッジ、はい、それからサンドウェッジ、はい、上から狙う、うんうん、でピッチング、はい、ちょっとランがあるから、うん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 、落としどころ考える、うん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 、で今日はなんかちょっとあのクラブの入りがちょっときついようで、あんまり転がってないな、うん、で9番で短く持って打つ、はい、っていうようなことをやってるんですね、はいはいはい、実はまあ調節してると、はい、素晴らしい、はい、でそしたら思ってるイメージのランが出て、うんうん、落としどころと寄ってる距離が合い始めるというようなことを調節するんですけども、なんか今日はもう一つ寄ってないと、なんかもう転がってないような感じがするなって思ったら9番で短く持つっていうやり方をやってるぐらいですかね。おお、でも素晴らしいですね、そこまで計算してやられてるという。でアプローチも、もう一つイメージで半分ずつでキャリーと転がりでしてんのに、半分転がらへんときは9番に持ち替えます。もう、はい、そうしたら思ったイメージになるので、いいと思います。で転がらないということは多分入射角がきつくなったと思うんですよ。今日はそういう日やなと思って変えちゃうっていう感じでやってるんですけどね、はい、まあね、ツアープレイヤーなんかはやっぱそういうね、こう逆にその入射角をきつくしたり、はい、こうフラットに持っていったりとか、ね、まあ、いろんなね、落ちたらすぐ止まる球まで打ってますからね。もう2バウンドでこう3バウンドでトントンキュッキュッって止まるような感じの球もありますからね、はい、まあ、そこをちゃんとコントロールしながら、僕たちアマチュアもいつもと同じようにできて初めて組み立てられるの で、ね、はい、ちょっと違うなと思ったらいつもと同じようにクラブで合わせておくっていう。そうですね、ですから前ん前ショートアイアン、ね、はい、グリーン周りとかっていうところで多分私お話ししたかもしれないんですけど、はい、基本的には一つのクラブでいろんな、ね、こうボールの位置を変えたりとか、ね、はい、入射角を変えたりとか打ち方変えてみたりとかっていう、はい、まあ、超高度なプレーを身につけるよりも、はい、基本的なセットアップとストロークのイメージは変えずに、ね、番手、要するにクラブを変えて、はい、キャリーとランの比率を考えて、はい、落としどころを設定して、はい、ロフトの立ってるクラブの方が、はい、絶対こう怪我はする率が低くなりますから、で、ね、はい、でもう基本的にランニングアプローチが前提なので、はい、まあ、そういうふうな考え方を持った方が楽しくラウンドできるんじゃないかなと思いますね。コースって先ほど、前回ですか言って、まっすぐな平坦なところじゃなくて傾斜があり前下がりがあり、まあ右足下がり左足下がりあるので、はい、いつもの通り練習場でこうスイングするよりも安定感がない足場でやることがある、はいはいはい、でその時にラインを出すっていうよく、はい、ツアーなんかとかテレビで言ってる、まあ、方向性だけを、重視して打つっていうようなことをよく言われてるんですけど、そういう時って、まあ、あまり体重移動をせずに、前足にこう体重を乗せといてポンとこうフェースをまっすぐ当ててやるっていうような感じで打ってるように見えるんですけども、はい、基本あれは前足体重にこうカチッってなってるっていうことなんですかね。前足っていうのはつま先寄りっていうことですか。いえ、打つ方向の前、打つ方向のに対してと、はい、いうことですか。に、まあ、体重があまり後ろ足にこう残らないように前足にこう打つ瞬間までこう乗ってるっていうような感じで、あまり挙動をしないっていうような感じに見えるんですけども、はい、体重移動、重心の移動、はい、ウェイトシフトって言いますけども、はい、まあ、それにもいろんな考え方があって、はい、で以前にもお伝えしたようにゴルフの世界に答えはないんですよ。ないですね。ですからいろんなこうプロなんかでもそのセンター一軸があったりとか左右の二軸があったりとかってあるんですけど、まあそれはまあ指導者であったりとか、まあその人のタイプを見極めて、で左足軸、左軸の方がいいよとか右軸がいいよとかセンター軸がいいよといろいろあると思うんですけど、一番まあシンプルに考えるとしたならばセンター一軸だと思うんですね。なるほどね。うんうん、背骨軸に対して、そうで重心の移動、体重移動もあまりにも意識をしすぎるとスイエしちゃいますから。そうですよね。うん、スイエするっていうことは、ヒッティングポイントがずれてるからダフリトップになりますよね。当然軸線っていうのが左右にずれると軸回転はできなくなります。まあ抑えるためにこう
ちょっと壁を作って固定したような形でパシッってこう、まあコースってフルスイングできる回数って全部フルスイングできないじゃないですか。そうですね。はい。だそれから言えば、まあ言えばそのハーフスイングじゃないですけども、距離を合わせて、打ったらもうしまいっていう打ち方もあるだろうし、うんうんうん、もう、フォロー十分取らないで打つこともあるだろうし、はいはい、まあ当たってしまえばヘッドスピードが同じであれば、フォロー取ろうが取る前が距離はあまり変わらないかもしれないですね。うん、そうですね。はい、で、まあ、よくこうライン出しってよく言いますけども、はい、要は多少距離を抑えても方向性を重視して、ね、はい、今おっしゃったようにこうフィニッシュまで振り切らない、ね、はいはい、まあ、3クォーターぐらいのイメージであったりとか、捕まってしまうのを嫌ってるのかなと思うんですけど、そうですね。はい、で、フェイスローテーションっていうのも、はい、これはどうしてもこう斜めの前傾角度を取って、はい、こう斜めの円盤で振りますから、はい、フェイスローテーションをかけない方が無理なんですね。はい、かかるんですよ。かかります。でそのフェイスを変えかかる補助をするのにこう右と左が入れ替わる、はい、まあ、はい、さん逆ですけども、はい、あのローテーションのがあって、はい、まあ、私がよく言うのはその意図的に人間が返してるんじゃなくて、はい、物理的に変える、変えるんですね。変えるから、はい、その変えろうとしているクラブの動きを邪魔しないようにするためにこの動きが必要なんだと、はい、そうですね。はい、でそこをあえて返さずにそのままこうね、はい、振り抜いていったりとかいうことで、あんまりにもその過剰にかからない、はい、ローテーションかからないように抑えていって、過度に帰らないようにして、帰らない、まあどうですか、スクエアのまま打ってしまうっていう感じですよね。まあ、まあ、サイドスピンの量をね、はい、まあ、サイドスピンとか縦スピンとかって言っても、はい、複合的なものがあって、はい、まあ、ここ最近はそのスピン軸っていうんですね、はい、ボールのスピン軸がどっちに傾いてるのかっていうところで、はい、うん、そうですね。そうですね。で特にショートアイアンなんかはもうセットアップした時点で目はこっち向いてますから、はい、基本的に、そうですね、基本向いてますよね。左で、まあ、はい、こうセットアップした時点で、うん、フェース面がまっすぐ向いてるっていう状態は開いて出ますからね、フェース。特にショートアイアン、ね、ね、開いてますからね。それもだからちゃんと計算した上 で、 そうです、ね、狙うところのちょっとあの右から攻めていくとか ね、 ね、はい、左利きやったらこう左から攻めていくとかっていうこともちゃんとやった方がいいかもしれないです ね、 そうですね。あと、コースで必ず使わなければいけないのは自分のクラブ、例えば9番ピッチング8番、はいはい、その中途半端な距離、はい、どうするかっていう課題があるんですね、はい、必ず、はい、で僕はアイアンクラブの一つのクラブで、はい、まあ、短く持った時と、うん、ちょっと短く持った時、うんうんうん、普通に、はい、グリップエンドまで持った時、はい、で、距離を覚えておいて、はい、その、もうシャフトのグリップの、シャフトのところぐらいまで短く持って打つと何ヤード、うんうんうん、で特にピッチングと9番8番はそれやってるんですけども、はいはい、でそれで距離が差があるんであれば、はい、もう簡単だということで、はいはい、そういう練習を今やずっとやってるんですけどね、はいはい、もうその長さだけで変えていくっていう、で特にまあアプローチ、それをやり始めてからアプローチの、アプローチウェッジやサンドウェッジももうシャフトのところくらいまで短く持つと、はい、逆に普通にやるとこう遠くで振るじゃないですか、はいはいはい、で近くで腕をちゃんと振らないと打てないんですよ、うんうんうん、あの短く持つと、そうですね、はい、そうですね、で逆にプレッシャーにかかっているときにそれの方がうまく打てたりするんですね、距離も近いしちゃんと腕で振らないと、はいはい、打てないので、はい、でその辺でちょっと最近あの短く持つのもいいなと思ってこうやってるんですけど、はい、そうですね、まあ、あの当然短く大体こうクラブって 0.25 インチぐらいずつ違うんですけど、はいはいはい、で通常持ってるフルスイングの長さよりもちょっと短く持つとやっぱり5ヤードぐらい変わってくるかもしれないですね。そうですね、はい、で大体まああの7番8番9番とか の、 そのクラブの間隔って大体皆さん10ヤード刻みぐらいで、はいはい、あの大体こう距離感って持ってらっしゃると思うんですけど、はいはい、その中途半端な距離の時にそうやってクラブを若干短く持ったりとかして、まあ5ヤードぐらいをね、はい、調整する、もしくはもうミドルアイアン以下持つ時っていうのは基本的にグリーン狙っていってると思うんですよ、はい、ね、距離を稼ぐためにそれを持ってグリーン狙ってるショットだと思うんですね。でその時に、グリーンのピンポジション
をしっかり、ね、はい、把握した上で、この番手だったら届かない、はい、届かないけどもグリーンの手前は広いからそこには乗る、はいはい、ね、もしくはこの番手だったらちょっと大きいかもしれへんけども、はい、グリーンの奥が広くなってる、もしくは、ね、はい、まあ、そういった形状を考えて、はい、でいつも通りスイングをして、本来これだったらこれぐらいの距離感だから、はい、まあ、こっちの方がセーフティーみたいな、はい、いうところをちゃんとこう、ね、そうね、できたらいいですよね。もうそれをこう、まあ、今やってるんですけど、やり始めの頃は短く持った方が芯に当たって普通に持つより距離出たりする時があったんですよ、はい、まあよくはある話なんですけど、はい、まあ、それはもうあの前の週の、ね、そうそうそう、放送言ったその打点1位で、ね、要するに芯を食うか食わないかですね。でそういうところからだんだん、まあ、あのうまく芯に当たる、はい、同じ位置に当たるようになると、やっぱり10ヤードぐらいこう差が出てくるっていうので、うん、もう中途半端やな、もうこれやと大きいけどもこれやと小さいなって言ったら短く持つっていうことで合わせるっていうことができるようにこう練習しておくと、うん、コース行った時に安心ですよね、うん、あ、短く持つだけでいいんやと。そうですね、で安心して振るから自信持ってくるからちゃんと寄ると。はい、だからちょっと中途半端な距離に本来であればフルスイングでね、例えばその9番だったらちょっと大きいかな、はい、でもピッチングだったらちょっと届かないかな、でもピッチングもうちょっと頑張って距離出そうとするとバーンって引っ掛けたりしますからね。そうです、うん、それだったら、本来の距離以上のクラブをね、はい、使うんじゃなくてもう一個番手を上にして抑えた方が絶対いいですね。はい、抑えた方がいいですね。で抑える方法をこう練習した方がいいですよということですよね。うん、そうですね。それと足場が悪い時もしくはちゃんと振れない時で短く持って9番で打つ距離が分かってれば、逆に言えばあまり無理せずに打って、まあ、あの怪我が少ないショットが打てるということですよね。はい、そうですね、はい、まあ、なんせ無理しないことですね。そうですよね。あと、特にアプローチで先ほどもちょっと言ったんですけど、キャリーとラン、はい、これとあとまあ別々に行きましょうか、はい、キャリーとラン、はい、これの関係っていうのは、はい、もうすっごく密接に、まあ、スコアに影響してきますよね。はい、だから基本転がし、これ基本まず転がせるか、はい、転がしが無理だったら、まあ、ピッチエンドラン、うん、でそれがまあ無理だったら、うん、まあ、ピッチショット、うん、ロブショットっていう具合にだんだん選択肢を狭めていくっていうことなんですけど、はい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 、この基本転がす、はい、このキャリーとラン、はい、自分でそのキャリーとランのやつ、まあ言うたら20ヤードぐらいからずっとこうちょっとずつこう伸ばしていくっていうような練習ってあまりしないじゃないですか、はい、でそれって結構で、あの練習をしてると普通にショートアイアンを打ったりミドルアイアンを打ってもミート率高くなるんですね。あ、そうですね、はい、うん、ここのインパクトゾーンが結局こう練習できてるので、はいはいはい、でその練習ってをするのにこのキャリーとランのこの練習っていうのを半分ぐらい時間かけてやってるんですけども、でそれでまあ調子ええ時も悪い時もあります。まあ言えばサイドスピンかかってしまってなんかこっちにしか転がれへんなとか、でそういうのをまあ例えばコースに行った時に見とけば、あ、今日はこういう日やなっていうのも分かるし、なんかこう調節しようかとかこういうふうに修正しようかっていうような、でまあ言えばバロメーターみたいなのにもなるし、そのアプローチの練習、アプローチを打ってみるっていうのは結構重要やなと僕はずっと思ってます。そうですね。ですからもうまあ、アマチュアでもゴルフの好きな方とか、まあ、いらっしゃいますけれども、ね、練習せずにコースばっかりでっていう人そうですね、もうね、確実にそういう小技的なものが上手くなりますね。そうですね、はいはい、もうやっぱり実際こう芝の上、グリーンの上、はい、で練習場だとどうしてもマットなの で、ねはい、多少かもが、ね、出すのが滑ってくれるの で、ね、ちょっと、まあ、上級者になればもうそれも分かるんですけど、はいはい、やっぱりこう実際芝の上で打つのと、ね、マットで打つのと全然変わってきますの でやっぱり実践経験ですよね、はい、まあ、傾斜であったりとか、はい、で感覚的なものであったりとか、はい、もうそれはもう爆発じゃないですか、ね、そうですね。まあ僕が先ほど言ったあの入射角、はい、入射角は今きついんですよ、入射角きつく振らないようになりますね、うん、芝生でやってると、うん、入射角きついと、うん、まあ突っかかってしまうので、そうですね、なるべくボールだけを
打つような打ち方に変わってきますもんね、芝生でやってると。で、まあ、グリーン周りのアプローチって、まあ、私よく言うんですけど、イメージとしてはショットという、まあ、チッピングショットとよく言うんですけど、はいはい、ショットという名前はついてますけど、イメージはパターと一緒ですから、ね、そうですよね、横にこう、そうです、パターと同じようなストロークのイメージで、ね、あとはその超えたいところがあるがために寝てるクラブを使ってるわけですから、ね、はい、まあ言えば払ってるっていう感じですよね。そうです、そうです。でそれをだから打ち込もうとかどうのかでも、はい、パターと同じように打てばいいですよと、まず前提とですね、はい、でそれがどうしても苦手な方々のためにチッパーという道具があるわけですよ。なるほど ね、はい、ね、パターの形状をしたロフトがある ね、はい、あとまあ、これはまたそのキャリーとランアプローチに関連するグリーン周りから最低3打で上がれると楽に攻められる、うん、でそのコツはこのキャリーとランアプローチ、うんうん、ここができると、あ、もうこの辺から来たらもう3つで上がれるわという自信になりますよね。ですから、あの私も昔一時期そうだったんですけど、アイアンの調子が悪くって、はい、先ほどあの、まあ、前の週に言ったそのパーオン率が悪い時に、はい、やっぱその時ってやっぱアプローチめちゃくちゃ練習したんですね。そうですね、うん、でそれで、外から寄せて、はい、ワンパット、まあ、寄せワンでパーをなんとかしのいでたりとか、はい、いう感じなんですけど、もうその3打で上がる大事な、一つの、まあ、テーマというかアプローチをするときにショートしてここで止まるようなアプローチするんだったらもう越えてしまった方が絶対楽っていう時と、うんうんうん、あれじゃないですか、状況判断が、もう間違ってもあのピンは越えとかないかん、うんうん、もしくは右側に外れて入れた方がいいとか、うん、まあありますね、まあ下りのパットを残さないとかっていう基本をね、はいはい、そこを必ず間違えないようにしたら3つで上がれるんですよね。そうですね、それ間違えると3つで上がれないですからね、はい、で、まあ、当然そのグリーン面が受けてるのか、はい、で奥につけると下りが残るのか、はい、まあ、横からのアプローチ、はい、まあ、奥からのアプローチもあると思うんですけど、なぜかっていうと、まあ、当然そのあわよくばチップインじゃないですか、はい、できればね、はい、まあ、外してるわけですから、はい、あわよくばチップインということはまずそもそもがパターと一緒ですけど、カップに届かなかったら入れないわけですよね、はい、でもし仮にカップを越えてしまったら向こうのラインが見えるんですね。そうですよね。そういうことなんですよ。それが大きいので必ず前言えば、ピンを越えるっていうのは大事っていうんですね。そうですね。ということはこっちからこう打ってこういう風な傾斜があったというか、うん、その逆を読めばいいわけですから、そうですね、そうすると返しのパットが入る確率は高くなりますよね、はい、そういうことですよね、はい、あと、まあ、この後ちょっと、お話を伺いたいのが、はい、打ち上げと打ち下ろしの注意点、はい、はい、こうしたいと思うんですけど、一旦ねちょっとコマーシャルに行ってからその話したいと思います、はいはい、ではコマーシャルどうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。おかえりなさい。はい、先ほどのテーマ、打ち上げと打ち下ろしの注意点って言うんですけども、打ち上げ、はい、ショートしますね結構。はい、そうですね。でなぜショートするのかっていうのを、うん、この前テレビ見てて、まあ、簡単な答えだったんですけども、打ち上げって傾斜がこうなってるから。自分もこうなるので、うん、持ってるクラブのロフトが寝るんですね、うん、そうです、だから120って120のクラブ持ったら寝てるから取れないんですよね、はい、結局そういうことです、だからそれを計算に入れて一、はい、つクラブはやっぱり長いのに変えないと距離合わないんですよね、はい、単純にそれだけです、単純にそれだけですよね、はい、そうです、はい、もう打ち下ろしはまあその逆っていうこともありますし、そうですね、うん、結局打ち上げが結構みんなショートするっていうのはもうその辺の計算全然できてないっていうことですね。そうですね。で例えばまあまあ右打ちの私であれば打ち上げってなった時にこう左足上がりになるわけですね、はい、で当然その地軸に対して重心ポジションがどうなってるのか、はい、で重心ポジションと自分の軸線がどう傾いてるのか、はい、で今言ったようにその120ヤードであれば、はい、例えば私だったらピッチングエッジなんですけども、はい、こうねこうなってれば当然ロフトが寝るわけですから、はい、そのまま打っても当然上がる、はい、届かない、届かないっていう話なんで、まあ、番手をちょっと1個上げるとかと、まずランは少なくなりますね、まあ、そうですね、はい、上に上がりますからね、はい、
でそれとやっぱりこう重心が右ポジションになって結局こういう感じになりがちなので、はいはい、うん、そうですね、ちゃんと自分の土台を安定させて軸回転がちゃんとできるかどうか、だから逆に言えば先ほども言ったようにフルスイングしない意識で長めのクラブ、しかも、距離が、損してるからそれに合うクラブで前言えば、クォーター3クォーターくらいで打つ、合わせて打つっていうのが一番、ね、必要ですね、必要なことかもしれないですね、はい、うん、そうですね。で特にやっぱり、まあ、ある程度の距離があったら、はい、そのフェアウェイ上の傾斜になりますけども、はい、まあね、まあ、これのゴルフ場もそうですけど砲台のグリーンが多いですからね、でグリーン目が見えないっていうやつ、ね、そうですね、でグリーンの近くに来て、まあ、30ヤード、はい、50ヤード地点からこういう傾斜のところって結構皆さんあると思うんですよね、はい、あれもショートしますね、結構もうね、ラフからラフっていうのはありますよね、もう100ヤード以内になってグリーン乗らなかったらショック大きいですよ、ね、とか思いますもんね、ドライバーで OB するよりもショック大きいかもしれないですよ、ね、はーって言って、うん、でそこでまた2回ぐらいねちょろちょろってやったら ね、もうそこがゴルフですから ね、 基本的に ね、 ね、そうですよね、でもショートゲームでスコア全然変わってきますから、僕思うのはもう打ち上げの時は、はい、すごい近くだからもうこんなイメージなんですよね、はい、近くでこう、はいはいはい、でも思った以上に距離があるから、うん、まあ言えばグリーンを、ピンをオーバーしてもいいという感じで突っ込まないとピンには寄らないっていう、うん、もう教訓をすごい得てるんですよ、そうですね、はい、突っ込まないといけない、うんうん、だからよくねこう皆さんもあると思うんですけど、はい、まあ、砲台になってるじゃないですか、はい、で、まあ、グリーン面が見えないけどもピンがこう見えてると、はい、でセカンドサードバーンって打って、はい、うわめちゃくちゃ飛んだわ奥行ってるわって言っても実際上がってみたら結構手前やった手前やったってありますよね、ありますそんな感じになりますのでね、まあ、あとパターはねイメージ作りが大事、はい、距離がなんぼどう、それでまあ言えば、ラインがどうっていうのも自分はこう打ってここの位置にこれぐらいの強さでこのラインで行くっていうイメージができてなくて打つと大概ショートしたりとかうまく寄ってないことがあるので、その辺はイメージ作りが大事ですよね。そうですね、もうパターに関わらずもうゴルフっていうスポーツ自体がイメージと現実のつじつま合わせのスポーツだと思うんですね。そうですね、はい、もうティーショットから始まって、はい、うん、もう全てがそうだと思うんで、まあ、イメージ作りは大切ですね、はいはい、そうですね、いろいろ今日はね、まあ、2週にわたって、まあ、細かいこと、はい、もしくはウェッジが疑問に思っていることをお聞きしました、またね、いろいろとまた、伺いたいと思いますので、はい、また来てください、はい、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、皆さんさようなら。僕は君の大人のおもちゃさ。